マイアミドルフィンズの創設メンバーではない。チームは1966年、弁護士で政治家のジョーロビーと俳優でコメディアンのダニー・トーマスによって創設され、AAFL の一員となった。マイアミにはかつて、後にボルチュモア・コルツとなるオールアメリカフットボールカンファレンスのチーム、マイアミ・シーホークスが1946年の1年だけ存在したが、以降フットボールチームはなかった。 チーム創設後の数年間、トレーニングキャンプと練習施設は、ボカラトンにある全寮制の私立男子予備校、セントアンドリュースクールに設けられた。1970年に、AFL と NFL が合併したことにより、NFL に加盟し、AFC 統治区に所属することになった。スーパーボールは、第7回と第8回の2度制覇しており、1972年には、 NFL 史上唯一となるパーフェクトシーズンを果たしている。またドルフィンズを26年指揮したヘッドコーチドンシュラの時代、チームはわずか2回しか負け越さなく、現在まで NFL の最多勝利ヘッドコーチとなっている。チーム名はチーム創設前年の1965年に公募された。八百四十三人の応募によって千を超える候補があり、 マリナーズ、マローダーズ、ムスタングス、ミサイルズ、ムーンズ、シャークス、サンズなどが有力候補に上がった中、最も多い622通の応募があり、また、フロリダ近海に生息し人気がある動物であることから、イルカのドルフィンズが選ばれた。ドルフィンズに応募した人の中から抽選に当選したファンには、ドルフィンズのホームゲームを生涯にわたり観戦できるパスが送られた。 ドルフィンには、イルカのほかスピード感、知性という意味を持たせている。創設者で、初代オーナーのジョー・ロビーチームは、ジョー・ロビーとダニー・トーマスによって創設され、1966年に AFL に加盟した。最初の4シーズンは、ジョージ・ウィルソンヘッドコーチの下で15勝39敗2分の成績しか残すことはできなかった。しかし1970年に、 ポール・ブラウンの教え子であり、ボルチュモア・コルツを第3回スーパーボールに出場させたドンシュラが、ヘッドコーチになると好成績を上げるようになる。1970年に10勝4敗の好成績を上げて、地区優勝を果たし初のプレーオフ進出を果たした。この年は、オークランドレーダースにプレーオフで敗れたが、QB のボブ・グリーシー、RB のラィー・ゾンカ、ジム・キック、 WR のポール・ウォーフィールドを擁したチームは、この年から AFC 統治区で4年連続優勝を果たすこととなった。翌1971年には、ディビジョナルプレイオフで、ダブルオーバータイムまでもつれ NFL 史上最長となった82分40秒のカンザスシティチーフスとの試合を制するなどして、第6回スーパーボール出場を決めたが、 ダラスカウボーイズに3から24で敗れた。1972年、スーパーボールで勝利し、全勝優勝を果たした。1972年、ドンシュラヘッドコーチに率いられたチームはシーズンを14勝、0敗の全勝で終え、プレーオフでも負けなく、第7回スーパーボールで、ワシントン・レッドスキンズを14から7で破り、スーパーボール初優勝を果たし、 シーズン無敗のパーフェクトシーズンを達成した。このシーズン第5週のチャージャーズ戦で、エース QB のボブ・グリーシーが負傷し、それ以降の試合を控え QB だった、アール・モラルが先発した。グリーシーは、ピッツバーグ・スティーラーズとの AFC、チャンピオンシップゲームで復帰し、スーパーボールでも先発出場した。またノーネームディフェンスと呼ばれたラインバッカーのニック、ブオニコンティ、 ディフェンシブエンドのビルスタンフィル、ディフェンシブタックルのマニー・フェルナンデス、セーフティのディック・アンダーソン、ジェイク・スコットラの守備はリーグ1の成績を残した。ドルフィンズは1シーズンのラッシング記録を作り、ゾンカとマーキュリー・モリスは2人とも1000ヤード、ラッシャーとなった。2人のランニングバックが1000ヤード、ラッシャーとなったのは NFL 初の記録であった。 この攻撃は後にプロフットボール伝導入りを果たす OT のジムランガー G のラリー・リトルら強力なオフェンスラインによって支えられた。翌1973年シーズンも12勝2敗でレギュラーシーズンを終え第8回スーパーボールではミネソタ・バイキングスを24から7で破りスーパーボール連覇を遂げた。翌1974年も地区優勝を果たしたが プレイオフ初戦でオークランドレーダースに敗れ、スーパーボール3連覇はならなかった。このシーズン終了後、ゾンカ、キーク、ウォーフィールドの3人がワールドフットボールリーグに移籍し、チームを離れた。1976年チームは6勝8敗に終わったが続く後シーズン中4シーズンに10勝以上を挙げた。1977年10勝4敗で終えたが、 ボルチモアコルツに地区優勝を奪われプレイオフを逃した。1978年にはワイルドカードでプレイオフ出場を果たしたがヒューストン・オイラーズに敗れた。1979年ゾンカが復帰し10勝6敗で地区優勝を果たしたがプレイオフではピッツバーグ・スティーラーズに敗れた。1980年ボルチモアコルツ戦で QB ボブ・グリーシーが肩を負傷。 ルイジアナ州立大学出身のデビット・ウッドリーが先発することになった。グリーンシーはこの後復帰することなくシーズン終了とともに引退した。チームは8勝8敗でプレーオフを逃した。1981年11勝4敗1分で地区優勝を果たした。この年のキュービーはウッドリーとドンストロックが先発した。チームはプレーオフで サンディエゴチャージャーズと対戦、第1球だけで相手に24点を挙げられて、リードを許したが38から38と追いつき、延長の末38から41で敗れた。ストライキでシーズンが短縮された1982年には7勝2敗で AFC2 となり、第17回スーパーボールまで進んだが、ワシントン・レッドスキンズに敗れた。このシーズンのドルフィンズのディフェンスは、 ボブ・バウムハウアー、ビル・バーネット、ライル・ブラックウッド、キム・ボカン・バー、クレン・ブラックウッド、ダグ・ベターズ、ボブ・ブルジンスキー・ラ・ビーの頭文字の選手が揃っていたためキラー・ビーディフェンスと呼ばれた。またこの年から1987年までシード・ワイト・スティーブンソン・らオフェンスラインが相手に許したサックは6年連続リーグ最小であった。1984年には2年目の QB ンマリーノが NFL シーズン記録となる48本のタッチダウンパスを投げて第19回スーパーボールまで進みサンフランシスコ 49ers と対戦した。マリーノ対ジョーモンタナとして注目された試合はモンタナに軍配が上がりドルフィンズはまたしても優勝を逃した。1990年代初めには同地区のライバル バッファロー・ビルズと激しく地区優勝を争ったがビルズが4年連続スーパーボールに出場することとなった。1992年は地区優勝を果たしてホームアドバンテージを持っていたがワイルドカードプレイオフでヒューストン・オイラーズを相手に32点差からの逆転で勝ち上がったビルズに AFC チャンピオンシップゲームで敗れてスーパーボール出場は果たせなかった。 1994年11月27日の Z 戦で、ダン・マリーノはアーロン・グレンにサックされそうになったがスパイクするフェイクを見せた後、マーク・イングラムへの逆転の PT パスを成功させた。このプレイは、ザ・フェイク・スパイクとして知られている。1995年に、ドン・シュラがプレーオフも含めて347勝と NFL ヘッドコーチ歴代最多勝利退任。 ダラスカウボーイズで2度のスーパーボールを制したジミー・ジョンソンが公認となり GM を兼任した。ジョンソンの就任2年目の1997年からチームは3年連続でワイルドカードでプレーオフ出場を果たしたがいずれも初戦で敗退した。1999年10月の試合でマリーノが負傷し戦線を離脱シーズン終了後 NFL の q b 記録を数々。 塗り替えたマリーノが現役を引退した。彼が在籍している間チームは地区優勝5回、プレーオフには10回出場し、スーパーボールにも1回出場を果たした。2000年1月16日ジョンソンは突如辞任を発表、彼の下で長年アシスタントコーチを務めているデーブ・オンステッドが公認となりチームは2000年、2001年とプレーオフに出場したが、 2004年チームが1勝8敗となったところで母校ピッツバーグ大学のヘッドコーチに就任するため辞任ジムベイツが指揮を取り残り7試合を3勝4敗で終えた2005年チームはルイジアナ州立大学のヘッドコーチニック・セーバンを新ヘッドコーチに迎えた2006年ジェイソン・テイラーが最優秀守備選手に選ばれた 2007年シーズンはトレント・グリーンがエース q b となったが4試合が終了したところでグリーンは故障者リスト入りしてしまった。残りの試合はクレオ・レモン、ジョン・ベックが先発したがその後その時点で NFL のリーディングラッシャーを走っていた RB のロニー・ブラウンも失ってしまった。このシーズンニューヨーク・ジャイアンツとのホームゲームがロンドンで行われた。これは NFL のレギュラーシーズンのゲームが北米大陸以外で行われる初の試合となった。この試合後2001年からチームに在籍した WR のクリス・チェンバースをサンディエゴ・チャージャーズに放出した。12月16日のボルチモア・レイブンズ戦に延長の末勝利したがこのシーズン1勝に終わり15敗した8チーム目となった。シーズン終盤、ビール・パーセルズが チームのフロント入りを果たした。第15週の12月16日のボルチモアレイブンズ戦に延長の末22から16で勝ち連敗を16で止めた。しかしこのシーズンは一勝に終わり、レギュラーシーズンに15敗した8チーム目となった。シーズン終了とともに GM のランディミューラー、ヘッドコーチのキャムキャメロンは解任された。またシーズンオフに2人のプロボール選,出選手を 放出した。新ヘッドコーチには、パーセルズが、ダラスカウボーイズのヘッドコーチを務めていた時の、アシスタントコーチであるトニー・スパラノが就任、ドラフト全体1位で、ミシガン大学の OT の J クロングを獲得した。またブレッドファーブを獲得した、ニューヨーク・ジェッツの QB、チャド・ペニントンと契約を結んだ。ワイルドキャットからパスを投げようとするロニー・ブラウン2008年シーズンも、 開幕戦、第2週と連敗スタートであったが、第3週のニューイングランドペートリオッツ戦に38から13で勝利し、ロードゲームでの連敗を11で止めたばかりか、ペートリオッツが2006年シーズンの第15週以来続けてきた、レギュラーシーズンでの連勝も21で止めた。この試合で導入し大成功したオフェンスプレイ、ワイルドキャットフォーメーションは、2008年シーズンの トレンドとなり、ドルフィンズのみならず、NFL の多くのチームが導入した。前年の1勝15敗から11勝5敗と大きく、勝ち星を挙げたチームは2000年以来の地区優勝を果たした。前年より10勝多く勝ち星を積み上げたチームは、これまでに1999年のインディアナポリスコルツのみであった。プレーオフでは、ボルチモアレイブンズと対戦し敗れた。2009年、 スティーブ・ロスにより買収される。落札額は11億ドル。ベースポーツ界のフランチャイズ契約で最高額を記録した。シーズン早々にエース QB ペニントンを怪我で失ったが QB チャド・ヘニーが先発 QB となった。シーズン終盤まで7勝6敗と大混戦のプレーオフ争いに参加したが最後の3試合に連敗してプレーオフを逃した。2010年。 ディフェンスコーディネーターにマイク・ノーランが就任した。シーズンではエース QB のペニントン、2番手 QB のチャド・ヘニーが故障がちで苦戦を強いられてプレーオフを逃した。2011年2月、ポール・ソリアイをフランチャイズ選手に指定した。第4週にエース QB のヘニーがシーズン絶望となり、マット・ムーアが先発 QB となった。チームは 開幕から7連敗し、その後3減少したが、4勝9敗となったところで、スパラのヘッドコーチは解任され、トッドボールスアシスタントヘッドコーチが、暫定ヘッドコーチに就任した。ボールスが指揮を取った初戦、この年加入したレジーブッシュが、自己ベストの203ヤードを走る活躍を見せて、勝利した。ボールスヘッドコーチ就任後の3試合でチームは2勝1敗の成績を上げて、 6勝10敗でシーズンを終えた。シーズン終了後の1月20日、チームはグリーンベイパッカーズのオフェンスコーディネーターを務めていたジョー・フィルビンを新ヘッドコーチとして発表した。2012年、チームはドラフト一順で指名したライアン・タネヒルを開幕 QB に指名した。2013年10月、ジョナサン・マーティンが心の病となり、チームを離脱した。その背景には、 チームメイトのリッチー・インコグニートから人種差別的中傷のボイスメールを受けるなどの嫌がらせを受けたことが明らかとなった。インコグニートは NFL から無期限の出場停止処分を受けた。2014年2月14日、独立した調査機関による調査報告書が公表され、マーティンだけでなくアシスタントトレーナーもパワーハラスメントを受けていたと指摘がなされた。地区1位を続ける。 ニューイングランドペートリオッツの陰で不審を続けたが、2016年には CHC にアダム・ゲイズを迎え、8年ぶりにワイルドカードでプレイオフ進出を果たした。2017年、2018年には連続してプレイオフを逃し、アダム・ゲイズは解雇された。後任はニューイングランドペートリオッツのプレイコーラーを務めていたブライアン・フローレスとなった。2019年は 地区再開となった。2020年は前年に獲得したライアン・フィッツパトリックとドラフト一巡メルーキーのトゥアタゴバイロアの二人の QB が先発試合を分け合い、10勝を挙げながらもプレーオフを逃した。ドルフィンズトレーニング施設チームの練習場と球団本部は同じマイアミ都市圏のデイビーに置かれている。1993年、ノバサウスイースタン大学の校内に チーム専用のトレーニング施設を開設し、2006年にはザバブルと呼ばれるドーム型のフィールドが建てられた。しかし、2021年、ハードロックスタジアム北西側に1億3500万ドルかけて建築した新しいトレーニング施設、バプティストヘルストレーニングコンプレックスに移転予定である。マイアミドルフィンズチアリーダーズチームの公式マスコットは TD。 チーム公式サイトによると1997年4月18日にジミー・ジョンソン前ヘッドコーチがサインしたと書かれている。初出場は1997年8月10日のシカゴ・ベアーズ戦。2001年にはオハイオ州カントンで開催されたホール・オブ・フェームゲームに NFL のマスコットとして初めて参加した。2005年の春節パレード・イン・香港に 招待されて参加した。他にも、2015年5月2日に、イリノイ州シカゴで行われた 2015NFL ドラフトタウンに招かれている。チーム公式のチアリーディングチームのマイアミドルフィンズチアリーダーズは、試合日などにハードロックスタジアムで様々なダンスを披露している。毎年、プロボールにチアリーダーを送っている。また、毎年インディアンプレミアリーグに、 多くの卒業生を送っている。一度対戦二度対戦永久決番にはなっていない。ものの、選手への敬意を込めて、以下の背番号は現在使用されていない。中ドンシュらの番号347は、コーチとしての NFL 勝利数。ありがとうございます。